第65回国民体育大会は2010年に北海道と千葉県で開催された国民体育大会である。北海道開催分は釧路札幌氷雪国体として北海道釧路市及び札幌市を会場として行われた。千葉県開催分の愛称は夢半島千葉国体であり、マスコットキャラクターは千葉くんである。千葉県総合スポーツセンターにある 巨可台のモニュメント2年前の2008年に開催されたチャレンジ。大分国体時にも台風15号により影響が出たが、夢半島千葉国体においても開催時期が終時期による影響が発生した。屋外で行われるソフトボール、ゴルフ、ボート高校野球の開催に影響が出た。これは主催者の競技により大会の競技期間の短縮は可能だが、 期間延長は原則不可とするという取り決めがあったためである。具体的には以下の措置が取られた。なお、高校野球については公開競技であるため、天皇杯、皇后杯特典への影響はなかった。ありがとうございます。